はい、どうも一谷です。今日はですね、こちらの肥料ケースのご紹介ですね。こちらですね、こういう形で中に肥料を入れるものなんですけど、僕はねそれをこういう風に使ってまして、上をちょっと切って使ってます。で、なんでそんな変な使い方してるのかなっていう説明をね、これから聞いていただければと思います。で、まずね、順を追って説明する必要があるんですけど、まずは僕のとこにある盆栽って大体このサイズ、ダオン鉢でいうと3号サイズですね。このサイズなんですけど、肥料はですね、ちなみに日頃はバイオゴールドっていうのを使ってます。こちらはですね、有機肥料で、固形で置き型のタイプなんですけど、なので水やりのたびにこう置いといた肥料にこう水がかかって、だんだん肥料が効いていくっていうものなんですけども、こういうふうにですね、肥料を置いとくとですね、普通だったらね、盆栽ってこうずっと置いてあるものなので全く問題ないんですけど、僕みたいにですね、こうなんかの都度、こう水やりの都度ですね、こう持ち上げちゃあどっかに置いて、持ち上げちゃあどっかに置いてってやってる人だと、そう動かしてる間に肥料がどっかね、こうコロンと落っこってっちゃったりするので、それの防止用と、あとはですね、こういう固形肥料ってどうしても使ってるとですね、だんだんボロボロ崩れてって、土のとこういうとこにね入ってって目詰まりしちゃったりするんですね。それを防止するためにこういう肥料ケースを使ってます。で、それを使うとどうなるかっていうと、こういうとこにねこうサクッと刺して、でこう肥料ね、さっきの肥料を入れるわけです。でこれで OK と。これで上から水がかかるたびに養分がちゃんとかかって、こう下に流れていくっていう構造になってて、で崩れてもちゃんとケースの中に入ってるので、土の中に入ってって目詰まりしたりしませんよっていう構造になってます。でこうすると動かしてもどっかにね行くことないんですけど、ここがねちょっと重要なポイントで、これね落ちてきづらいんですけど、落ちてきづらいがゆえに出しづらいんですよ。それの何が問題なのっていうとこなんですけど、ですね、一応バイオゴールドっていうのはですね、この固形肥料ですね、効果がね約2ヶ月っていうふうには書いてあるんですけど、この固形肥料ですね、こういう箱にいつも僕は入れて使ってるんですけど、だいたいですね1ヶ月ちょっとしたあたりからこうスカスカになってですね、あんまりこう肥料の養分なさそうだなっていう感じになるので、それぐらいで交換しちゃうんですけど、その時はですね、さっきのここに入ったまんまこの形をだいたい維持してるので、それを出して新しいの入れなきゃいけないんですけど、これが出しづらいわけですよ。こうねこうやってこう出てこないので、こうグリグリグリって出してっていう感じなので、そのためにですね、こうわざわざこの上の部分を切ってですね、こう入ってる肥料をただこうコロンってするだけでいいようにこうしてあります。でこれ単にこの上の部分をこうぐるっとねハサミで切ってるだけなので、簡単なんですけど、そんな風に使ってます。で使い方としては、ここに刺してこんな感じですね。こんな感じになってます。これでもですね、バイオゴールド別に鳥がこう持ってったりもしないし、特になんか起きたりしないので、このままで使ってます。で唯一の問題点としてはですね、今度は落ちやすくなるってことですね。よくこう水を切ったりとかですね、こう動かしたりしてる間にこうベランダの外にピョーンと飛んでいくことがあるんですけど、その時はですね、ベランダの外の植物に肥料をあげたと思ってまた1個ねこう出して新しくあげるっていうふうにしてるんですが、その取りやすいっていうとこと、落ちづらいっていうののそのトレードオフというか、どっちを取りますかっていうだけなんですけど、こういうふうに使うっていう手段が、こういう使い方もありますよっていうご紹介ですね。はい。でこれが誰の役に立つかわかんないんですけど、以前ツイッターでちょっと書いといて、もしかしたら同じことをね考える方が使いづらいなと思った時にどうしようっていう風にですね思われる方がいるかなと思ってですね一応動画にしてみようと思いました。まあ今日は本当それだけですというわけで、今日もですねご視聴ありがとうございました。またね次回の動画はよろしくお願いします。ではまた。